カディープな街歩き、今日は中央区大手門に来ています。ここね、元の家庭裁判所ですね。今移転しましたね。やっぱり使われないとだんだんと朽ちていくもんですね。大手門は1丁目から3丁目まであります。看板まだ残ってますけど、大手門浴場もうねなくなってマンションが建ってます。ポンプが残っとる。結構お寺にねポンプ残っとこと多いのね。大手門商店街、この辺りが商店街かな。今日は結構子供たち公園で遊んでますね。そしてここがすのこ公園、そしてこのレンガを境に、旧すのこ小学校がありました。今小学校はねもう更地になってますね。
これ福岡大空襲の頃からあるレンガの塀ですよ。こっちを見ると分かりますね。多分上に乗ってんのは、これは上から多分乗っけた分でしょうね。1945年6月19日から翌20日にかけて、福岡はアメリカ軍の B-29 により空襲を受けました。これが福岡大空襲です。天神や博多など福岡市の中心地区がターゲットとなっていましたが、その子地区は特に被害が大きかったと言われています。その子地区のすぐ南側、福岡城跡付近には軍関係の施設が集中していたためか、この周辺は特に重点的に攻撃をされたと言われています。閉校が決まり、この赤レンガも撤去される予定でしたが、住民たちの要望により保存されることになったそうです。悲惨な戦争の記憶を忘れないためにも、平和の大切さとともに語り継いでほしいです。これ6-2とか書いてあるから生徒が作ったんでしょうね。この石碑の裏には学校の名前が入ってますね。これは創立記念か。待って、さっきから見えてる。つのこ小学校の敷地内に多くの負傷者や犠牲者が運び込まれていましたが、収まりきれなくなり、隣のすのこ公園に運び出すことになりました。そのため緊急的に赤レンガの一部を破壊して通路を作ったわけです。赤レンガは修復されましたが、その痕跡は今も残ったままです。そして横には戦災死者供養塔が立ってますね。まあ、卒業生からすれば母校がなくなってしまうのは寂しいことですね。これは学校があった頃の地図だ。書いてある。福岡大空襲、このすのこ地区結構被害もひどかったようです。学校跡は再開発ですごく綺麗な建物も建つようですね。この頃の面影はもう全くないですね。まだね、大手門
結構古い建築物とかも残ってます。これはスナックだったのかな。これかなり切れてますね。結構ね、この辺りね、美容室とかカフェとかたくさんあって、まあ、住むには便利そう。長浜、そして大堀公園も近いですね。この辺りが多分校門だったのかな。ちょっと昔を知らないから。レンガがだから古い部分と新しい部分と、ね、ここから見るとすぐわかる。坂屋も多分結構古いっちゃろうな。大手門はね、とにかくねマンションの建設がすごい。しかもマンション建設だらけ。最近はこんな表示板になってるんですね。こんなところに沖縄料理発見、グスクって書いてある。ちょっと行ってみよう。それでは大好物のソーキそばをいただきます。今日ね、テイクアウトでお持ち帰りでもね、あのタコライスとかスパムのオムレツとかね、海ぶどうもテイクアウトしました。ここね、グスクさん、グスクって沖縄の、白という字の読み方ですね。ではいただきます。飲み物はシークワーサー。美味しそう。これが美味しいっちゃんね。早期でかっ。ちょっと切ろうか。いいね、沖縄の音楽を聴きながら美味しい沖縄料理。結構いろんなメニューがありますよ。うん、美味しい。これ麺が美味しいっちゃんね。はい。うん、美味しい。
美味しいです。ありがとうございます。私ソーキそばが大好物 で、ね、沖縄に行ったら絶対食べる、うん、ラフティーとかも好きやし、はい、うん、海ぶどうはもう絶対食べるね。向こうで食べるのとこっちで売っとうのは味が違う。こっちでなんか、うん、あの塩水に使ったやつはあの真空パックで売ってるじゃないですか。あれあんまり美味しくない。向こうですか。向こうで出してもらえるのが美味しい。あ、ぶどうはもう向こうから引っ張ってますね。うん、でもなかなか美味しいですよね。じゃあね、うん、塩漬けはもうどうしようもないです、ね、そうでしょ。よく時々は沖縄の物産店とかそういうところで買ったらで家で作ったら、うん、あんま違うんですよ味が。うん、そうそう、沖縄弁知ってますよ。チュラカーギとか、はい、チュラカーギ、これテイクアウトメニュー。そしてお酒もね、飲む方には沖縄のお酒やビールがたくさんありますよ。メニューはこんな感じ。美味しい沖縄料理が食べれるお店です。